ヘルマンレギュアンパンちゃんの便器検査です。これあの温かい生理食塩水とミックス400倍に拡大してます、はい、そうそう細菌がまあ見えます、はい、見えていいです。ただあんまり活発に動いてたら嫌なんですけど、まあまあこういう細かいところですね。であとこれに原虫がいるとこの画面を動きる動きをするんですけど、はい、さっきも見てたけど原虫いなさそうですね。ただまあ 100% いないとは断言はできません、まあ、でも8割9割の確率でいないんじゃないかなとは言えますね。それからあと倍率を下げて100倍、40倍、今度は線虫の卵ねがいたりするとここで楕円形の卵が見つけられるんですけど、これもさっき見たけどいなさそうな感じですね、はい、それから今度は未消化反応、未消化反応があるとこれ酸水化物が黒っぽく映るんだけど、ここがちょっと黒っぽいかな、ちょっとここがちょっと黒っぽい、これはいいかなと思うんですけど、少しだけ未消化反応があるから、からこっちが脂肪の未消化反応、脂肪の未消化反応は赤く染まるんで、まあこれはよっぽどないですね、いろんな子見ててもよっぽどないんですね。それからあと最後にもう一個ね、うんちを集めてその10分比重の重たい液体とミックスして10分放置して上に上がってきたやつ、浮かんできたやつを取る、そうするとこれあの寄生虫の卵を発見する確率がすごい高いですね、線虫のね。線虫も原虫もいないみたいですね。よかったです。腸内細菌数もわりかしいいと、はい、ほんのちょっとだけ未消化反応があったかなっていうところですかね。はい、以上です。